こんにちは、ゆうかです。今回はですね、またこちらの青大将ちゃんなんですけど、前回に引き続きね、またすごい面白いことが起きたので、ちょっと、動画で紹介していきたいと思います。はい、こんな感じでね、揺らしても全然動きません。めちゃめちゃリラックスしてます。前回の動画見てくださった方はわかると思うんですけど、またよかったら見てない人は見てみてください。説明欄に URL を貼っておきます。これ全然ね、離れてくれないので、自然に離れてくれないかなと思って置いといたんですけど、そしたらですね、わかります？今尻尾動いてるんですけど、はい。こんな感じでね、なんか尻尾振り始めたんですよ。めっちゃ可愛くないですか？嬉しいんですかね、これ。いや、ワンちゃんやんって思いますよね。こんなことあります？ほら、めっちゃ尻尾振ってますよ。めっちゃ可愛くないですか？でも顔は全然動かないんですよ。全然動こうとも逃げようともしないですね。なんですけど、なんか尻尾だけめっちゃ動いてるんですよね。めっちゃ可愛くないですか、これ。いやー、ヘビもね、ちょっと甘えると尻尾振ることあるんだなと驚きましたね。はい、もうずっと振ってます、これ。ずっと振ってました。もう本当にね、これずっと振ってたんで、まあ動画にしたら結構長くなっちゃうんで、最後までは再生しないんですけど、まあね、こういう感じで、尻尾を振るね、ワンちゃんのようなね、青大将ちゃんの紹介でした。まあ前の動画でね、ペロペロ舐めるね、青大将、犬みたいな動画をね、作ったんですけど、いや、今回のワンちゃん度合いもすごいですね。前回のペロペロの動画よりもなんか犬らしいと言えるんじゃないでしょうか。はい、ということでね、さらにね、ワンちゃんに近づいた青大将の動画でした。またね、この子の動画紹介していきたいと思いますので、よかったらチャンネル登録高評価して、また見に来ていただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。